本日のメインイベント160分3本放送を行います。赤コーナー天気本店には第2位大学院ジャガーズ所属160番号ホリーあゆみ、ジャンボホリー、ホリーあゆみ選手が紹介されました。今日はホリーあゆみにとっては大切な試合であります。コンビを組むのはご覧のジャッキー佐藤であります。ジャッキーのテーマ曲に乗りまして早速登場、ジャッキー佐藤です。対するはブラックデビルナンバー2、まずマミークマノ選手が紹介されました。そしてハワイの女王怪物の持ち主レイラニカイであります。今日は満員の場内で試合前にアジアの恵まれない子どもたちへの募金をジャッキーが行っております。ユニセフを通じまして送られることになっております。レフリーが阿部志郎さんであります。ちょっとマミ熊野選手眼帯かけてますけどもね、はい、話を聞きますと軽い結膜炎とかなんですね、まあ言ってますが果たしてどうなんでしょうか。これからこの試合は60分3本勝負で行われます。満員の北茨城大会館、さあスタンドアウトから今ゴングが鳴って試合が開始されます。先発は堀あゆみ選手、そしてレイラニカイであります。体の大きなレイラニカイでありますが堀あゆみ選手も負けませんね。宮尾さんどうですか、この堀あゆみ選手の大きさ。大きいですね、はい、やっぱりこれだけの大きな外国の選手と対抗できる日本の女子レスラーができたということは嬉しいですね。ねえ、はい、堀あゆみ選手は今年のグアムの遠征には残念ながら参加できませんでした。まあ、誰もがですね、当然新人として参加するだけの資格はあると、強さはあると見られていたんですけども、残念ながらその線に漏れてしまいました。その間、本当に歯を食いしばって練習を積んだそうであります。果たしてその結果どういうふうに触れにかけて出てまいりました。関係者としても大いに楽しみだと言っておりました。堀あゆみ選手、今日はジャッキー佐藤とコンビを組んでの登場であります。レイラニカイと堀あゆみ選手、試合が開始されております。さあ、ファン選手は早くもバンテンを続けます ね、やっぱりやりやすくなりましたね、はい、まあ、最後までね、元旦につけてらんないでしょう、早いタッチワークで早くも、まあ、ブラッカーと申し上げておきますけども、マミ・クマノ選手にタッチされております。この試合の見どころみたいなもの、まず佐藤さん、お伺いしましょうか。そうですね、やはり小木選手がですね、はい、グアム遠征の線に戻ったということですね、はい、それで、まあ、今回はジャッジとして名電を務めているわけですけども、やはり堀の動きを注目してみたいと思います。あ、そうですか、はい、さあ、この堀あゆみ選手でありますが、まだ1回もジャッジ佐藤にはタッチしませんでね、とにかく自分の力の限りを尽くして今日は頑張るということを言っていたそうであります。堀あゆみ選手に注目しましょう。一方、このレイラニカイとそれからマミ・クマノ選手のコンビでありますが、まあ、これはタイヤコンビと言いますかね、とにかくもうやりたい放題のことをおそらくやってくることでしょう。レイラニカイ選手は3回目の来日であります。日本のファンにもそしてレスリングにも慣れております。ですから堀としてはですね、熊野とレイラニカイのラフな攻撃にどれだけこう対抗できるかっていうことだと思うんですね、はいはい、試合は。それから新人選手がね、はい、例えば堀あゆみ選手がジャッキーなんかと組んだ場合、どうも私たち見てましてね、はい、もっと早くね、はい、ジャッキーにタッチしたらと、タッチワークをもう少し考えたらと思うんですけども、どうしてなんでしょうね、すぐにタッチしません、相当頑張ってますね、最初から。やはりこう張り切ってしまうところがあるんですよ、ね、ね、ですからうまく先輩の力を逆に利用する、そういったこともコンビネーションプレーとして、タグマッチの場合、必要なんじゃないでしょうか。本当はそうなんですけども、はい、勢いやはり自分がこう任されたみたいな気になることもあるんですね。今ジャッキーの方からね、はい、タッチを要請いたしました、はい、今ジャッキーの登場であります。場内からもタッチが湧いております。今日はリングサイドでは先ほどご紹介いたしました
地元北茨城市の自役をしていらっしゃいます松崎達夫さんに座っていただいております。ジャッキーがいよいよあの松崎役を登場いたしました。いかがですか。いや素晴らしいですね。はい、今日ジャッキーの歌なんかもね聴いていただいたんですけども、また女子プロレスはリング上のあの熱戦とは別に華やかな面もございますでしょ。そうですね。はい、十分あの茨城市の市民の皆さん楽しんでいらっしゃいますね。まああの格闘競技がとても盛んな土地柄ということもありますが、今日は本当に体育館超満員であります。今日もあの体育館関係の方おっしゃってますが、こんなにあのこの体育館にね、立水の余地がないなんてよく言いますからね。まさに今日は立水の余地もありません。超満員のお客様をお迎えしております。今日のメインイベント60分3本勝負であります。ジャッキー佐藤堀あゆみ対レイラン対マミ熊野の対戦であります。ああ、すごい迫力であります。ジャッキーのあの技にも迫力があったんですけども、レイラン対が重いですからね。80キロもある。そんなにありますか。はい、すごいですね。すごかった。さあ、そのレイラニカイト堀あゆみ選手が出場しております。それからリングサイドにウェンディ・リッター選手の姿を見ております。あの清野さん、はい、先ほどのデビル選手のことなんですけど、はい、試合が終わってからあの控室に行ってみたんですね、はい、そして多分控室にいる時に貧血を起こしたんだそうです。やはりね、はい、あの、はい、私が行った後他の試合が始まってる時に、そうしますとそれを隠してというか、はい、そうですね、表に立たないと出ちゃったわけですね、はい、だから相当きつかったらしい。佐藤さん、はい、そういったこともあるんですか。ありますあります。あの、そういったことはもうプロですからね。そういうのはあのだから具合が悪いから休ませてくれなんてのはプロじゃありませんからね。かけてやったわけですね。テレビをご覧の皆様ね、あるいはあの先ほどのミニ萩原選手デビル雅美選手の対戦、なんとなくおかしいぞとお感じになった方もたくさんいらっしゃると思いますが、ようやく真相が判明いたしました。未確認情報として、途中あのちょっとさっさもおっしゃってましたけどもね、休憩の間に橋本のレポーターが控え室に来まして、直接あの聞いてきたんですか。はい、あ、そうですか、ね、もうすごい息がね激しくて難しかった。はい、難しかったです。でも偉いですね。やっぱりその時におっしゃったマミ熊野選手が試合ですと、はい、やっぱりリングサイドしてねちゃんと行きますからね。ねえ、あの辺は偉いですね。はい、まあ、分断のですね大将になっていくためには力をつけてね、信頼を受けるためにはですね、そういったことも必要なんでしょうね。今度はしかしお返しですね。デビル中見選手が出てまいります。確かにあの顔面勝負ですね。まだ真色なんですね。デビル中見選手しかし、まあ、お世話になりましたということなんでしょうかね、今2人で来ました。試合は60分3本勝負のタッグマッチであります。早くも胸元からですね滝のような汗が流れ落ちております。レイラニカイ、レイラニカイ選手が宮尾さん、はい、また一段と大きく成長したと関係者いつも認めているようですね。大きくなりましたね、はい、これで今日来てもう一息なんかその根性がそのアップした大変なもんですけどね、はいはい、これジャッキーの登場であります。ジャッキーももう最近は大きい選手、試合をやるのはモンスターリッパーで十分経験するであります。モンスターリッパーに比べればレイラン界が高いってことはありません。同連ですね、よく読んでたと思いますね、はい、さあ捕まってしまいました。堀あゆみ選手はちょっと体を腰が当たり前しております。あるいは腰を痛めているのかも分かりません。2人の攻撃になった、どうでしょうか。やられました。あ、ジャッキーもついでにやられましたね。さあ堀あゆみ選手がどうやらエッジになったようであります。2人がかりのキックだ。カウンターを挑みました。カウンターキック、そしてこれはいい試合、いい試合。
っと待ってください。ゴングが鳴りました。佐藤さんどうしたんですか。あのね、コーナーからドロップキックやりましたね、そのまま再び持っていったんですよね、はい、完全に右手がホールに入ってたんですね。あ、そうですか、それがちょっと死角で見えなかったために、まあ、ホール負けですね。なるほど、これはね、そしてそうしますと、マミスマの選手とレイラニカイが1本取ったわけですね。そういうことですね。はぁ、うまいですね、あの辺はね。なるほど、ちょっとジャッキーがあちらの方に少し進みましたね。はい、思わぬ1本を取られてしまいました。堀歩美、そしてジャッキー佐藤であります。さあ、2人今リング内に登場しておりました。あー、本題とは誰が入ればいいのかな。何選手がねえ、マミクマの選手ですね。何かレイラニカイが渡っていいんでしょうとタッチしたと言っておりますが、これは認められません。はい、レフリーがカウントを数えておりますが、マミクマの選手は早くも中に入っております。さあ、ジャッキーが外から今ちょっと助けました。改めて2本目開始であります。さあ、マミがいったーっと、うまいですね、戦うね、そぶりを見せる。さあ、今顔面攻撃、とりあえず早くも取ってしまいました。体はいいんですけども、宮尾さん、はい、まだまだ堀歩美選手、まあ、正直なところもありますかね。まだ正直ですね、はい、それはマミクマロニ、何か出したかな。レイラニカー選手が胸から何か持ってますか、はい、今よく見えませんでした。しかし、あるいは強気攻撃か、今度は見えますか、何ですかね。木の中に隠しなおかしいですね。木の中に隠して今胸元に隠し直しましたね。はい、放送席からははっきりと見えました。レイラニカイであります。早くも強気攻撃に出ようとしております。レイラニカイは胸が大きいですからね、隠してもなかなか取り出すの大変ですよ、あれ。はい、なんだろう、でも表紙を持ってきますが、まだ宮尾さん、はっきり分かりませんね。今度はマミ、クマの選手が出てまいりました。とりあえず、そしてジャッキー選手は強気攻撃を展開しなくてはいけません。口に入れることですから、大したことないんじゃないですかね。今まではほら、だいたいシンクとかね、胸元でしょ、口には簡単に入れられませんからね。佐藤さん、はい、口に入れられる凶器って何がありますか。どんなもんなんでしょうか、あるいはジェスチャーなんでしょうか。ほとんど見えてませんよ。そういうことですね、はい。今ちょっと見せてもらっても、あれだけジャッキーが効いてるところになって何かやってね、ジャッキーは効いてますよね、はい、何か持ってますよ。何なんでしょうかね、極めて細かい金属製の凶器なんでしょう。ほとんど手のひらに隠れてしまってね、普通ピラッと光ったりして見えるでしょ。全然見えませんね、はい。この選手はカメラの方も懸命に追っているようであります。あるいは見えたらちょっと後でね、捉えてもらいたいものであります。放送席からはなかなか見えませんが、どうでしょう。今ちょうど真下からね、はいはい、今見えているくらいに入ってるんでしょう。見えませんね。堀歩美選手が落ちました。そしてジャッキーも落ちております。何か持ってるんだろうって盛んに言ってますけどもね、まだ狂気の正体ははっきりいたしません。ジャッキーがやられてますね。ジャッキーはいかにも苦しそうであります。堀歩美選手とジャッキーが今ちょうど放送席の前を通しております。アベレフリーは盛んに狂気を、ね、追求しているようですが、はっきり分かりません。さあ、どういうタイミングで上がってまいりますか。今ジャッキーが中に入りました。待ち構えておりますのはマミ・クマノ選手であります。超満員、今日は超満員に連れ上がりました。北茨城体育館、しかし相手に強気攻撃、反則攻撃に場内はシーンと静まり返っております。どうですか、何か持ってますか。よくわからないですね、今日は難しいですね、わかりません。あっと出ました、やったやった、あーやはり相当効いてますね。なんだろう、ジャッキーは苦しそう。さあ、盛んにシールの中調べさせておりますが、もちろんあそこには入っておりません。おそらく胸元でしょう。堀歩美選手も抗議しております。何か持ってるということで漠然としておりますが、強気攻撃をやはり抗議しているようであります。なかなか相手が女性でしてね、ジャッキーの胸元を調べるわけにはいきません。さあ、堀歩美選手がまたやられました、またやられました。鋭利な何か
ーの金属製の凶器でしょう。せき込んでおります。ジャッキーも抗議。でも確かに凶器攻撃されてるということはですね、やられた選手が一番分かってますからね、はいはい、普通の攻撃ならこういうことになりませんからね、はい、でもだんだん攻撃になってきましたね、はいはい、さあ今度はどうするでしょうか。さっきましたものすごい活力であります。アジが飛びつけております。迫力のある賞の1分3本勝負タッチマッチ。さあ一番高いところに置いてどうするんでしょうか。さっきつけております。何かマットが壊れそうであります。そしてマニッチ選手が出ました。完全にマニッチを持ってあります。そして足を出します。もともと攻撃しておりました。おっとジャッキーもレイランチャインに捕まってこれで立ち合わせ。これは強烈な立ち合わせであります。やりました。さあ堀歩美選手チャンスだチャンス。堀歩美選手のジャンボジャンボな体当たりであります。さあまたボディアタック出るか。思い切ってボディアタックこれはたまりません。うまいジャッキーにねなんとか立ちたいところであります。ジャッキーが出てまいりました。もう踏み切りを持ってまいりました。うわー、またまた選手の動きが止まっております。もう一つ行きます。さあバックバックバックドロップ。さあこれはチャンスこれはチャンス。さあ池崎系パンチ攻撃パンチ攻撃パンチ攻撃。何かボッキングを持っているジャッキーのパンチ攻撃であります。そして豪快プレスバッター。うわー出ましたね。ビートが回りまして、はい、非常にダイナミックですね。そうそう、しかもうまくですね、堀歩美選手もジャッキーの出番を作りましたですね。はい、鮮やかなコンビネーションでした。さて3本目1本1本であります。60分3本勝負。まず1本目は不運にしてジャッキーと堀歩美に失いましたが、2本目は誠に鮮やかなコンビネーションが出ました。1本1本でこれから3本目に入っております。今ちょっとあの3本目のコングの前に心配なことがありました。盛んにジミー加山が出ましてね、ジャッキーがあれ、はい、右の腕をねあのマッサージしましたでしょ。どうしたんですか。肩がおかしいんですって。あのなんかちょっと筋を痛めてるかな。筋を痛めてるの、はい、なんか半分発れかかってるみたいなこと言ってたんですけども、今はちょっと治療して。あ、そうですか、はい、大丈夫だと思います。大丈夫ですか。今のジャッキーね、はい、ご覧ください、左の腕でね、はい、右の肩のあたりを押さえております。ちょっと佐藤さん心配な事態ですね。そうですね、はい、あのパンチの後ですかね、この件はどうでしょうか。ジャッキーの真似をして A 段階が来ました。なかなかファイティングポーズはね様になってますよ。しかしジャッキーは最近真剣にやってますんでね、さあジャッキーはどうかストレートコース出るか。何か受けるような顔をしてましたけどもやはり怖くなりました。さあジャッキーの攻撃であります。何かタオルを持ったままになってますけどもね、A ランカイどうなんでしょうか。さあジャッキーのブレンバッター確立いたしました。豪快なブレンバッター確立。ジャッキーのタオルを取ったフィニッシュが出ました。さあ堀歩美選手の出番であります。これはね非常に入っております。タオルを持ってリン内に登場いたしました A ランカイ。ようやく今タオルが場内に捨てられております。さあ3本目どうなりますか。レイラリカイと堀歩美選手であります。レイラリカイの真っ白
白な、ね、体が今あの真っ赤になってますね。しかも汗びっちょりであります。これだけの豪華メンバーなんですから、はい、リングの上で3本目決着をつけてもらいたいもんであります。さあそうなったらもう一旦を選ばないというブラックデビルガーでありまして、さあ奄美島の選手がねノータッチで出てまいりました。堀歩美選手をどうするでしょうか。すごいですね。上から行った、しかし足がロープに立っております。一つジャッキーに立ってもらいたいところ、レーラーに対に捕まりました。さあレーラーに対がロープに来てどうするか。今の足をどうしたんですか。カウンターのキックです。カウンターのキックですか、そしてボディースラム、あっと喉元を蹴りました。強烈なストンピング、そして人間風車、サイダー後ろに戻って、さあ足引きとの巨大が乗った。セカウント3であります。あっという間に決まりました。呆然とするジャッキー、堀歩美、これは予想外でしたね。早かったですね、はい、やはり8キロの巨大効果がありますね。いやー堀歩美選手はあっという間カウント3でした。何かレーラー界のねものすごさを今のあたりに見せつけられましたね。あっという間に勝負がついてしまいました。今日の6時